ト AF。 こんにちは、リクトです。皆さん、ツイッターって知ってますか？あ、知ってる？あ、さすが原始人。原始人じゃない、現代子、現代子、現代人、現代子。ツイッター知ってるなら話早いですよ。私生活で2つの選択肢があんねんけど、どっちがいいかな、どうしようっていう時、ツイッターポールおすすめです。まあ、平和な話なんですけど、僕も、最近ね、 NBA プレーオフが始まってちょっと悩んでたんですね。今までと同じフォーマットで週1で、あんまりプレーオフとは関係ないこうなんかロールプレイヤーセントリックな動画を出し続けるか、それともプレーオフの期間だけ、まあ内容の濃い数ヶ月間ですから頻繁に短めの動画をアップするべきか、まあ、自分の中ではほんま 50-50 やったんですけど、そんな時に今回の動画のスポンサー、ツイッターポール、スポンサーじゃないよ、違う、スポンサーではありません。結果がこちら、圧勝ですね。バックスヒートのゲーム2みたいな結果やったんで、今までの週1ではなく、この期間だけ新しいフォーマットを試してみようと思います。一応このコーナーの名前、リクト180にしようかなと考えてて、コンセプトとしては一つのプレーオフのトピックに関して180秒以内で簡潔にまとめるということ。今回は第1回目なんで、最初はやっぱニックスかなと。あ、そうだ、その前に、皆さんTikTok って知ってます？あ、知ってる、さすがやね、さすが。知らん人は原始人かもしれない。僕もちょっと前までどっちかというと原始人やったんですけど、 TikTok なかなかおもろいですよ。見る側も作る側も。多分この動画見てるほとんどの人が NBA ファンなんで、 TikTok をもし持ってたら多分もう NBA ジャパンのアカウントはフォローしてると思いますが、もししてなかったらチェックしてみてください。これはスポンサーじゃないよ。じゃない、これもスポンサーじゃないんですね。はい、僕も最近は NBA Zoom In っていうコンテンツを NBA ジャパンのアカウントに載せてもらってるので、よかったらフォローしたり、あとはコメント欄になんかジョイングルスはカミとか、フランキーはパーフェクトボーイヤーとか、そういう系のコメントしてくれたら嬉しいです。はい、前置き長くなりましたが、今回のリクト180は、あ、ここだけの話、あのこれ誰にも言わないでくださいよ。ニックスの試合見るときってローカルやと MSG ネットワークっていうチャンネルで見てるんですね。で、試合のハーフタイム中にワンコーナーで MSG150 っていうのがあるんですよ。まあ、それを完全にパクってます。はい、行きましょう。今日のリクト180のトピックはニックスホークスのゲーム2の見どころ。ゲーム2の見どころ説明するには、まずはゲーム1のコンテクストが必要になりますね。ゲーム1見た方も多いと思います。開始わずか2秒で盛大なディフェンスチャントが観客席から聞こえてきました。ディフェンス、はっはっ、ディフェンス、はっディーフェンス、もうゲーム7のラスト2分かと思うぐらいのディーフェンス、はっ、ニックスファンの今までの苦労と必死さ、もうチームに対しての異常な愛情がものすごい伝わってきました。だ、見どころナンバーワン、リーグ1熱々のやかましいファン、ティブスのアイスアイスっていう指示がもう聞こえなくなるぐらいのファンの応援、声援をゲーム2でも期待してます。はい、で、開始3分ぐらいで、今度はちょっと最初耳疑いましたけど、ファック・トレイ・ヤング、Fuck Trey Young! Fuck Trey Young! っていう声援が起こりました。いきなりちょっとアグレッシブすぎない？トレイがなんかしたならまだしも、変なファール誘いのプレーとかしたわけでもなかったので、やっぱニックスファンえげつないなと思いましたけど、案の定その失礼な行為が後になって全部降りかかってきましたね。ご存知の通り、試合の最後にトレイはゲームイニングフローターを決め、観客の方を見て It's quiet as fucking he! It's quiet as fucking he! あ、まあ、モノマネすると It's quiet as fucking he! It's quiet as fucking he! えらい静かやの、とレジーミラー以来かもしれない素晴らしく憎たらしい悪役パフォーマンスをしてくれた。見どころナンバー2はトレイに対しての、まあ、おそらく試合開始2秒の大ブーイング、プラスそれに対してトレイがちゃんとプレッシャーに押し潰されずにしっかりと悪役として活躍できるかということ。ニューヨーカーはなんやかんや言うて、こういう気強いパフォーマンス好きの悪役好きですからね、リスペクトしてますから。トレイとファンたちのやり取りっていうのはものすごい楽しみです。続きまして、見どころナンバー3は MIP を受賞したてのジュリアス・ランドルがゲーム1のスランプを乗り越えてエースらしいプレーができるか。長い休みの後の試合ってこう調子悪い傾向があるジュリアスなんで、オールスター明けのバックス戦かってひどかったじゃないです か。今回も1週間空いてからのゲーム1やったんで、後から考えるとこのスランプっていうのはびっくりしないことなんですけど、まあなんといってももうプレーオフですからね。今季だけで言うとほんま大げさじゃなくてトップ10プレイヤーに入るぐらいのレベルの選手なんで、彼のバウンスバックゲーム2には期待してます。今シーズン中ずっとノリノリやったから
かアウェーの試合でも彼がフリースローラインに立ったら、必ず MVPMVP というコールあったじゃないですか、ニックスファンから。ゲーム1は珍しくもうあまりのスランプで、ジュリアスがフリースローを打ってる時もシーンって静まるぐらいニックスファンも動揺してましたからね。ゲーム2では元通りにそれが戻る、 MVP チャントが聞こえるような試合になると信じてます。はい、見どころナンバー4はトレイヤングのこうピックアンドロールでのもうマジシャン的な、仕切り方。さすが NBA 界のおじゃる丸と呼ばれてる男。焦らず急がず、スクリーンを使ってディフェンダーをこう後ろにね、まあ、英語で言う put him in jail、 牢屋に入れて毎回いい判断をしてました。一応ニックスのゲームプランとしてはフローターとかミッドレンジのシュートを打たせるっていうのが作戦やったらしいので、打たせることができたという意味では成功やったんですけど、あそこまで簡単に決められてしまうとやっぱアジャストしないといけないじゃないですか。かといってフローターを止めに行ったら今度はロールマンのカペラとかコリンズへのアリウープが空いてしまう、あるいは逆サイドのシューターハーターなり、スネル、ボギー、ボギーに何回か痛いのをやられましたよね最後の方。そういうのでガラ空きの3を打たれる。ピック&ポップの場合はガリナリとかコリンズに今度はやられてしまう可能性がある。ニックスとしてはそれ全部を防ぐことはできないけど、どうやってトレイのタイミングを狂わせるのか、でトレイはそれに対してどういうカウンターをするのか、このチェスマッチには注目したいと思います。そして最後にゲーム1ではニックスのベンチがすごい調子良くて、前半は IQ がデイムタイムごっこしたり、4ピリではバークスがもうコービー化してましたけど、まあ、あとは見どころとしてはニックスがトレイとかルーウィルみたいなディフェンスの穴をもっとターゲットするのかっていうのも注目点ですけど、それ以上にニックスランドで大きな見どころと言いますと、エルフリッド・ペイトンがついにベンチされるかということ。間違いなく今季一番ファンに嫌われてるのはエルフなんで、ちょっとかわいそうですけど、でもほんま客観的に見て彼が試合に入ってる時のボールムーブメントとかスペーシングっていうのは本当明らかに悪いですよね。私生活に例えるとすると、なんかこう、まあ、捨てるのはもったいないけど、どこに置いても合わないな、邪魔やなっていう家具、皆さんも家にありません？これからはその家具エルフって呼んでください。ティブスもゲーム1後のインタビューでもうさすがに懲りたかなっていう雰囲気やったんで、しかもスタメンに入ってるものの8分しか出てないじゃないですかエルフは。それやったらもう最初からどうせエルフ入ってる時点差つけられることが多いから、最初から攻めの体勢で D ローズをスタメンに入れて最初のパンチを投げようやないかっていうアジャストメントがゲーム2であるかもしれません。はい、以上ですが、まあ、見どころって言ったら他にもたくさんあるので、皆さんにとってのゲーム2の見どころ、試合後の感想でも OK です。コメント欄でぜひ聞かせてください。だから今180秒には収まってないなこれ。まあまあまあ第1回目なんで、これからインプルーブできるように頑張ります。皆さんこのシリーズね、ニックスホークスのシリーズバイアスなしで、視聴率的にも今回のプレーオフで 1-2 争うぐらいのバチバチシリーズなんで、ゲーム2ぜひ見てください。楽しみましょう。あとハーフタイム中にジャングルでライブ配信したいと思うので、もしよかったら遊びに来てください。リンクはいつものように、概要欄に貼ってあります。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ夜空の街暴れる泥まみれの Big 15 Come fuck with the orange and blue Whole lot of heart no egos Call out a bang that brindo 俺たち機嫌がいいよ Hype man in the year to yo Hold up ヴィンテージ色付け Never be stop 誰が枯れた花びら6人目男このキラこんにちは Hall of Fame 島